八塚玄虎ゲから1674年11月7日は、江戸時代初期の人物。徳島藩八塚氏の家臣、家老、山城守。意味名は、鶴松、義秀、ゆえい、清、ゲント通称は内前山城。郷は、斉藤伏郎。別名池田玄虎。父は、美前国岡山藩池田家家老の池田義行。母は、徳島藩主。 八塚家政の長女の即心院。同母兄は、岡山藩家老の池田雄星。異母てに、岡山藩藩島の池田忠義、鳥取藩家老の池田こ政。子は、養子の恐竜、実子の賛美象徴。名に熊子。妻は、大見三井寺山内円満院坊館の西坊谷。清志法院の長女の亀死居。法号は、法院伝空 そは、大見に四季折屋四季、後に、大津新興寺へ移送。慶長十二年、姫路にて生まれる。寛永三年、外祖父の八塚家政に招かれて、藩主、八塚忠秀を補佐し家老となる。池田内善憂と名乗っていたが、後に、八塚氏を名乗ることを許され、八塚山城玄虎と名乗る。寛永五年、治行五千国。島原の乱の際に、 反戦の運用について、藩主忠秀に進言したところ、将軍、徳川家光の条文に達し称賛された。乱の後、寛永15年、五千国加増される。寛永19年藩主の忠秀の四男の恐竜を、養子とする。女王三年大海大津上大門町の、西坊家屋敷で、実施象徴誕生。万治元年、恐竜に家督を譲り、刑に陰性して、 斉藤不白とゴース。漢文四年、象徴と対面し三好しを名乗らせる。遠方二年十月十日、京都で死去。京年六十八。法号は、上言院伝伏白玄ゆ大古寺。僧は、南禅寺達中寺寺院。同志は、南禅寺東獣、三寺江中玄里潮将なお、玄虎の没後に、恐竜の着難である達ゆが、八塚宗家を継いで、 徳島藩主になったことに伴い、恐竜も池田家と離縁して、蜂須賀家に戻ったため、玄虎の家督は、象徴の子孫が継ぐことになった。池田常年、池田信輝、池田之助、池田義幸。ありがとうございます。